え？何これ？何これ？いや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 、やばいやばい。さてさて、じゃあ今回はね、妥協くん、君をくるんぺ、ありがたいかかる。よし、いや素晴らしい。よしよしよし、ナイスボタン、ナイスです。なんか高田さんがなんかエレクトリカルで僕とメイヤさんと慎太郎さんだっけ、なんかタスクをしてるのを見てちょっとうろうろして、あーもうこいつはダメだって顔してリアクターを直してる。いやーどうしよっかなと思ったけど、ストレージぐるぐる回ってる人たちとストレージで棒立ちしてる人たちとエレクトリカルの中の人物見たから、さすがにいかんとこれあかんなと思って言った。グルーだな。いや、俺は高田さんがキルする相手を探してたんだと思う。いや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 。いや、めっちゃクルーっぽかったっすよ。いやいや、ちゃんとタスクする動きだったんで。誰だぐるぐるしてたの。でもなんか、リアクター、てかリアクターはちゃんと本当にさ、真面目に言うんですけど、リアクターちゃんと直しに行きましょう。いや、なんか変なとこ立ってたと思うんだけど、魚とか。いつか負けますよ、リアクターで。竹雄さんとさ、シュウさんと俺だけだよね、ほんと。やってたの、ちゃんと。ストレージなかった？アシュウさん、なんかめっちゃ怪しくないですか、アシュウさん。何してました？怪しいですよ。怪しいっすよ。怪しいっすよ。結構ガチでインポスターかなって。なんでですか？なんか初手アドミン行った後、もうリアクターなってんのにずっとストレージ回ってて。そう。あれ、だって僕、アシュウ釣りが正解。インポスターできなかったんで、インポスターの気持ちでやろうと思って今やってます。あ、それは怪しいわ。それやってみましょう。めっちゃ怪しいな。ムラリがないじゃん。足湯狂うやん。どうしようかな、これ。足喧嘩やって。あ、お金ありがとうございます。はい。あれ？いや、マジでナイスボタン、藤宮さん。足湯さん、進んでないな。足湯さんに狙われてます、僕。え、そうなの？いや、まあ、狙ってます。はい、本当狙われてますよ、僕、足湯さんに。完全に狙ってました、今。どういう感じ？隠してるじゃん。もう足湯さん、インポスターにしか見ないです、マジで。完全に狙ってました。もう、停電、僕が直したんですよ。はい。足湯さんが、停電終わったら、足井さんも隣にいて、絶対殺されるわと思って、カフェまで行けたら、ちゃんとついてくるんですよ。怖、助け合ってないな。いや、もう、いや、マジで助けてください。足井さん、助けやってないです、一回も。確かに、一回もやってない。マジで無駄にないじゃん。それはお認めになるんですか、はい、タスクをやってないというのは。いや、タスクはちょろちょろやってますよ。いや、やってないでしょ、絶対に。全然今、芸術すみませんでした。はい、だって、アドミンは一緒に行ったんですけど、その後僕はリアクター行って、でもストレージで足井さんずっと回ってるってみんな言ってたんで、で、今回の停電も僕が直して、足井さん直して、その後どっかのタスクするのは分かんないですけど、足井さん、僕の後ろにいるんですよ。はい。もう絶対になって言ってます。藤宮さんがさ、タスク全然進んでないって言ってたってことは、足湯さんがタスクしてないのってあながち間違いじゃないんじゃない？正解じゃん。いや、ちょろちょろやってたって。いや、確かにちょろちょろで確かに言ってた。足湯さん何やってたんすか？単発で終わるやつやったんすか？最初、今は完全にもうオラフ君集中狙いで言ってたんすけど、その前じゃないですか、ちょろちょろ。はい、先やってないじゃないですか、じゃあ今回。そうっすね。声が震えてますよ、ただけ。足湯さん動揺している。足湯さん、これオラフ君やっとかないとやばいっすね。やばいですね。あの最終場面で生き残ったら SG に釣られる。クルーメイトだったら。オラフ君やった瞬間釣られると思うけど。それもある。じゃあ、オラフさんキルしても一緒に。じゃあ、アシュさんが。じゃあ、30秒だけ時間あげます。30秒。え、キリクルって何秒でしたっけ ?30 秒。30秒ですね。じゃあ、メットベイ30秒います。あ、わかりました。はい。僕はメットベイ30秒いるんで。はい、切ります。もう足湯さんが生き延びる術はあれっすよ。オラフ君を一生守り続けるしかないじゃん。目的になるしかない。確かに。
あ、お金ありがとうございます。助かります。なにこれえ、なにこれなにこれいや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 、やばい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 、こいつら足オラフゲーム、ちょっと待って、弁当開いた、弁当開いた、弁当開いた、弁当開いてんぞ。え、弁当開いた？開いた開いた開いた、メッドメイド弁当開いた。で、オラフ君が弁当の上で死んでる、多分その辺でオラフ君は弁当開いたけど、その後に死ん、通報が入って、その後に、だから慎太郎さんが死んだ後に、シュッと切られた。ちょっと待って、慎太郎、玄、魚、はい、高田あたりが一緒の位置にいて、うん、よく見えますね全員が死にできるような状態で、メイヤー一つだけ証言できることがあって、俺アドミン見たんだけど、メッドベイ6、エレクトリカル2からメッドベイ8になってんだよね。だからインポスター2人飛んでると思うよ。一応ね、魚証言するんですけど、原産、魚ね、原産の挙動を見ていたんですけど、原産は俺も一歩も動いてないんですけど、原産は一歩も動いてないのでキルをしていません、はいつまり動いてないんですよ。全く動いてないから。足さんを見える、あの暗闇の中の円の位置でずっと佇んでました。動いていないから減算はしてない。ごめんごめん。一つだけ、あのナビゲーションにいた人誰？藤宮です。あ、じゃあ藤宮さん絶対しよう。隠しろできたじゃん。で、減算と、ね、ごめんね。減算と魚と、俺が弁当見たんで、まあ自分も一応省くけど、減、高田、魚は必ず弁当に入ってない。うん、あ、それは、うん、そうだね、位置的にはね。そう、アルマくんってさ、どこに行ったの最終戻った？え、僕、あれ、メイヤさんが、うん、メイヤさんと一緒に停電行ったじゃないですか。いや、俺停電行ってないよ。あ、じゃあ、で、見えてて、僕、上に足が、で、アドミンに入ってったから、こいつふざけんなよって思って、僕もう一回戻ったんですよ、メッドベイに。あ、だよね、メッドベイも、はい、でも、え、エレク行ってないの？エレクトリカ行ってないですよ。なんで僕が直さないとダメなんだって思って戻りました。足湯さんは結局黒か白か分かんない。アルマくん怪しいな。足湯は分からんけど、僕見てて、あれ、メイヤーさんに聞きたいんですけど、セキュリティって1なかったですか？セキュリティ1はね、なかったと思うよ。僕、セキュリティいたはずなんですけど、それちょっとおかしくないですか？え、マジ？セキュリティからベント見てましたよ。エレクトリカル開いて、メドベインの。それどうだったんですか？結局。ベント開いてなかった。あ、開いたの？見たの？そうだ、開いてるの見てるんですよ。メッドベイのベントが動いたんですよね。そうです。メッドベイのベントが動いたの。エレクトリカルからメドベイのベント。うん、普通に竹はアルマじゃねえの？ただオラフ君じゃないのかな、これ死体。俺誰な、誰だ、俺レポート俺が押したと思って俺喋り出しちゃった。あれ、オラフ君出ても出てたよね。アルマさんが追っかけてくる。いやいや、違う違う、ストレージが閉まってたから反対回りからボタン押しに行こうとしただけですよ。怖いな。まあ、なんかみんな忘れてるんですけど、はい、足湯さんは？そうですよね、オラフ君が死んだ時点で、そうですね、ただえ、足湯さん逆に見られてないですか、その足湯さん、ね、誰からも。そうなんです、オラフ君がスパンって切れた瞬間見えたんですけど、慎太郎さんの死体位置ってわかるんですか、具体的に？あ、ごめん、足湯竹をアルマ釣りで多分ゲームエンドだと思うんですけど、ベント開いたのを視認しているのが俺と竹雄が視認しているわけでしょ。あ、足湯見てます。で、足湯さんも見てます。あ、魚見てます。はい。僕見てない。で、メイヤさん先出し情報で藤宮の位置が合っているから、メイヤのアドミン情報が正解で、はい、うんうん、で、メイヤ、藤宮はこの死体に関われないでしょ、うん、絶対無理ですね。はい、で、かつ、うん、魚源が、実視点から見たときに、弁当から離れた位置で立っていて、俺が弁当側に寄っていったら弁当開いたので、必ず違っていて、うん、僕一番右上のベッドと2個目のベッドの間にいたんですけど、誰も見てないですか？まあ停電だから。俺一回、あの
見えないですよね。メッドベイから出てアドミン見て、その時にメッドベイ6だったのね、うん、でその時ナビゲーションについてて、で、ダウンロードのタスクをやってからもう一回見てるんだよ。その時メッドベイ8で、エレクトリカが消えてて、でカフェに1だったかがついてた気がする。そうですね、僕がカフェまで、あ、じゃあそれが藤宮さんだから、うん、メッドベイに全員いる俺と藤宮さん以外が最終、ゲンですってことは、メイヤさん、アシュさん、タケオさん、アルマさんの中にいろいろ計算でいいですよね。僕、うん、メイヤも入ってないじゃないの。多分ね、メイヤさんはアドミン見てたのは本当だと思うんですけど、キルに関われないかどうかに関しては結構時間があったんで、ナビゲーション見て、まあキルに、どのキルに関わってるかちょっと分かんないですけど、どっちもメドベイなんですよね。アドミンからメドベイに行けるんじゃないかなと思います。っていうかセキュリティについてなかったので、うん、ほぼ竹尾さんはかなり硬いとは思ってる、うん、だからその辺で対策してるんだったら、うん、そう釣っていけばいいんじゃないですかね、うん、そうです。例えば竹尾さん、メイヤさんみたいな感じで釣っていけば勝てる気が。まあ、4釣りできるから大体勝ちじゃないですか、とりあえず。4釣りできちゃうからな。お仕事だ。どういう状況なんでやったー、この後に及んでタスクしてたの。やったー、最強にやりました、大逆転じゃん。もう私脳裏になかったです。やったー。いやー、しかもアシスタントなかったんだ。僕勝てるとは1ミリも思ってなかった。僕も思ってなかった。もう100負けたと思ってた。やっぱ2人で飛んでる。エレクトリカル、あ、2人で一緒に飛んでます。だよね、そうだよね、一緒に出て一緒に生きるします。だよね。